そうなんですけど、まあ、ちょっとなんか話すネタがないかなというので、実は1年半ぐらい前に、皆さん LTS のバージョンってまあもちろん知ってますよねっていう話なんですけど、まあ、ここの人ほとんど知ってると思うんですけど、まあ、私が実は社内の人たちって Linux 使ってる人たちは、まあ、結構いっぱいいるんですけど、どん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 ですね、 Linux カーネル自体を触る人っていうのは絶滅危惧種になってます、実は。でその人たちって、まあ、別に Linux なんか動いてりゃいいよね、BSP で出てきて動いてりゃいいよね以上で、あまりにも知らない人たちが増えてしまったんで、いや Linux カーネルバージョンのことって最低限なんか知ってますかっていうのを、まあ、社内向けの資料を作ってたんですね。で、まあ、それを、今日もそうなんですけど、ここに持ってきて、僕ちょっとアップデートがですね、ここ2年ぐらいできてなかったので、皆さんこここうなってますよというこの資料のレビューをしていただきたいっていうのがちょっと今日の話になります。で、これはちょっと単純に私の紹介なんですけど、もともと入社してからずっと、本当に一番最初は独自 OS の OS 開発してて、で Linux に変わったところなんですね。で自社チップって、今はもううち自社チップやらなくなっちゃったんですけど、半導体部分を切り離して自社チップへの Linux のポーティングって結構やってました。でこのポーティングした後やってたことって、当時の自社チップって作りたてなんで、自社チップ用に、なんですかね、カーネルを書き換えてあげないと速度が出ない的なことがあって、わざわざですね、結構自社チップ用に、M コピーの中を変えたりとか、そういうベタなことをやってました。で、Android が出てから Android の製品開発やってたんですけど、今は実は、完全にスタッフ職です。開発部門におりません。で2010年からは OSS コンプライアンス系をやってます。なんですけど、まあ、ちょっと外の世界にですね、弊社なかなか出ていく技術者が少ないんで、まあ、こういう話を社内でもしてますというので、今日のこんな感じで、後ろの方で、皆さんとちょっとディスカッションしたいなと思ってます。で、皆さん開発において Linux カーネルって結局どうやって手に入れてますかなんですけど、まあ、これ完全に社内向けがベースなんですけど、今だと結構組み込みというよりも Ubuntu そのまま持ってきて動かして回すみたいなロスを使ったシステムとか事実そうなってたりですね。で、弊社でももちろんめちゃくちゃ多いのがもうチップベンダーから提供を受けてますと。で昔は自社チップをやってた頃はやっぱり開発部門自身で本当にカーネル持ってきてやってました。で、まあ、逆に言うとこの3つ以外って今どんなのがあるんだろうっていうのもちょっと気になるところですね。弊社は事実上この3つで、もう3つ目も絶滅危惧種です、っていう状態です。で、その、まあ、原料となるカーネルって、まあ、どこなんですかって、まあ、カーネル .org にあるカーネルですよねというので、で一般にまあ、アップストリームカーネルとかコミュニティのカーネルとか、人によっていろんな言い方しちゃってるのが実態だと思うんですけど、多分ここに来てる人がカーネルって言ったらこのカーネル .org のことだと思うんですけど、人によって結構定義が変わっちゃう社内だと。でもっと言うと社内でカーネルっていう人はあんまりいません。なんか Linux とだけ言ってLinux が何を指すかっていうと、もう本当に Ubuntu を指してたりとかですね、あまり定義がないような状態です。で、ちょっとこの、下の。で、これすいません、下が切れてるんで、あ、そうか、発表資料をやめて、この状態にしちゃおうかな。これの方がちょっとちっちゃくて申し訳ないんですが、それでも下をうまく削れて作れるので、もうちょっと下隠してみますか。この辺まで。で、今これ実は今日スナップショットを普通に撮っていきました。これを社内では知らない人がいっぱいいるんですね。
で今ちょうど今 5.3 がリリースできたタイミングの直後なんで、メインラインとこの右上に書いてある、レイテストステーブルカーネルとかたまたま一緒です。で本来はもうメインライン、今ちょうどマージウィンドウ大概2週間ぐらいなんで、まだ 5.4 の RC1 はまだ、出ない、すぐには出ないと思うんですけど、まあ、こうなってますよと。で、社内向けにはこのステーブルとロングタームっていうところをちゃんと知っておいてくださいねみたいな説明を実はしてます。で、これたまたまなんですけど、この新しいバージョンがリリースされた直後っていうのは、このメインラインと、レイテストステーブルのところがたまたま一緒なんですけど、今後このメインラインのところは 3.4 点、まあ、マイナス RC1、2、3となっていく。で、社内で言うと、この RC って何ですかとか結構聞かれます。リリースキャンディデートなんですけど、なんで 5.4 が出てないのに、なんか 5.4 が出てるっぽいのとか聞かれてですね、あのそれ 5.4 に向けたあの候補ですよっていう言い方をするんですけど、それも知らない人にとってはなんか不思議な感じみたいです。で、実はですね、あのここからこのリリーシズっていうところをクリックすると、あの今のこのページに飛ぶんですけど、まあ、要はあのカーネル開発してる人は非常に減ってしまったんですけど、その私からするとロングターム、まあ、リリースのバージョンぐらいは最低限知っておいてほしいというので、この資料を作った経緯があって、それってここに書いてますよっていうので、まあ、今こんな感じになってます。で、このページ自体の、更新日が右上のところに切ってあります。これ実は、ね、2016年の時にはなかったです。で、いざどんなことが書かれているんですかっていうのが、あの、まあ、ここのまあ、プレパッチ、メインライン、ステーブル、ロングタームなんですけど、ステーブルとロングタームのところが、まあ、結構大事で、Any bug fix for a stable kernel backported from the main line tree さて書かれてますよと。要はですね、Linux カーネルとかバージョンとかあまり知らない人は、まあ、あのベンダーから持ってきたのをそのまま使ってる以上だったりするんですけど、それが、まあ、どういうポリシーでちゃんとメンテナンスされてるもんなんですかぐらい知っといてくださいよということで、まあ、これを持ってきていて、ちゃんと定義されますよと。で、まあ、There usually only a few bug fixes カーネルリリースされてる、次のカーネルリリースされるまでされますよと。で、ロングタームというものがちゃんとありますと。で、これは Only important bug fixes are applied to such kernels and theDon't usually ですね。She very frequently release myself all. で、これがですね、一体何なんですかっていうと、結局前のページのここのところにステーブルとロングタームってこう、こんだけのバージョンがあって、まあ、メンテナンスされてますよと。で、これって一体どんなルールでメンテナンスされてるんですか。これ実は2015年の、宗像さんの資料から取ってきたもので、あの右下にちょっと書いてるんですけど、ちゃんと。これ非常に分かりやすくて、まあ、要はこの青のラインっていうのがアップストリームカーネルですね。なんで青のラインで、基本的にはあの、まあ、60日から70日で次のバージョンが出るんですけど、あの何もないとですね、このエンドオブライフって話しますけど、要はあの N プラス2が出た時に N はエンドオブライフになるっていうのがもう決まってます。なのでこの時で言うと、このあのバージョン N、まあ、プラス5が出たときには N プラス3はエンドオブラインになっちゃうと。で、その中で、まあ、そうするとあの絶えず、メンテナンスされるのが、まあ、この60日から70日 ×2 ぐらいの期間しかないので、ロングタームバージョンっていうのがあります。で、それはですね、あのエンドオブライフにあのこの2個前が2個次のが出たらなるんではなくて、まあ、もうちょっと長い間しっかりメンテナンスされますよという、まあ、説明ですね。で、じゃあこのメンテナンスされるのって、まあ、確かに1年以上されそうなんだけど、一体どんなルールでされてるんですかっていうのはちゃんと書いてますと。要はあの品質保証の観点からカーネルだけでもバージョン上げたらいいのにって僕はすごい思うんですけど、まだまだ組み込みの世界はですね、変えることは悪とまで言わないんですけど、変えたらテストしないといけない、できる限り変えたくないっていう論理で動いてる方々はいっぱいいるんですね。で、その方々に、そんなあの安心してくださいというので、まあ、これがですね、右下のに書いてますけど、ちょっと私ね、これ久々に見たらあのちょっとよもやまないですけど、
前回の ELCNA とかでもちょっと話題にあったと思うんですけど、あのカーネルのドキュメントホルダーがカオスすぎてどうにかするみたいなことを言ってる方がいたと思うんですけど、気がついたらあのドキュメントの下ってあの昔ってなんか何のまとまりもなかったんですけど、今見たら久々に見たらちゃんとあのサブカテゴリーごとにちゃんとフォルダ分けされて、その下に関連するドキュメントが置かれているようになってました。で、これはですね、本来ねあのドキュメントの下にステーブルカーネルルールズで昔テキストでした。で、時間置きされてたんですけど、間にプロセスっていうところに入ってました。でプロセスの下はこういう、なんて運用のことが書かれたドキュメントが実はあります。でここにステーブルカーネルについてのルールが書かれていて、まあ、この10箇条ぐらいかな、まあ、非常に分かりやすくて、まあ、明らかに正しくテストされているものではなくならないとかですね、100行より大きくてはいけないとか、ただ1個のことだけを修正しているべきで、まあ、あの本物のバグを修正しないといけない、なんかバグかもねみたいなのを直すな。で、あと、まあ、短く言えればあの重大な問題を直しているべきとかですね。で、あのクリーンアップとかスペルの修正とか、なんかそういう些細な修正は含めるなとかですね。で、実際にあのこの、パッチチェックを使った通過したものだけを入れてねとかですね。で、パッチ自体、これ最後も結構大事だと思うんですけど、リーナーストーンで要するにメインラインのツリーにあったものをバックポートしてますよということが、ちゃんと決められてますと。でですね、でまあこういう決まった状態でメンテナンスされてる、まあ、LTS なんですけど、一体どんなバージョンが LTS だったんですかっていう過去のことを、ちょっとこれは2年前に僕が書いたものなんですけど、多分 2.6.16 が初めての LTS だったと思いますと。でその後ってどのバージョンが LTS になるかっていうのはルールなくて、で結果的に有名なディストリビューションが使ったからメンテされ続けたよねとか、でそれもいろんなディストリビューションが勝手にいろいろその時の最新版を使った結果、なんか LTS が乱立はしてるんだけど、どれが結局本当にメインになりそうなのかわからないとかですね、まあ、そういう状態だったんですね。でしかも LTS が結構なんか本当に1年のうち 2,3 個が LTS になっちゃうみたいな、いうなると、やっぱりあのメンテナンスというのはコミュニティとしても非効率ですよねっていうので、これもうすでに8年前なんですけど、グレッグさんが LTS の選定ルールを決めましょうって言ってブログに書きましたっていうのがこれで、あのこれまだもちろん残ってるんですけど、すみません、この後もひょっとしたらブログで 何かしら書いてるかもしれないんですけど、この時に言ったこのプロポーザルがですね、まあこれで要は毎年一つのバージョンをコミュニティとして LCS に決めましょうよというのと、そのアロングダウンカネルイズメンテナンスを2年、要するにどんだけメンテナンスされるかも全く決まってなかったんで、この時のブレックさんはまず少なくとも2年は、まあ、言ったらブレックさんは LTS のメンテなので、あの自分を主語にして、まあ、俺がメンテしてあげるよと、少なくとも2年はっていうことを宣言されるんですね。でこれ業界的にはやっぱりすごく大きな話で、まあ、これであのなんていうんですかね、計画的にあの製品とかに使用するバージョンを選びやすくなったんですね。あの1年に1個 LTS 決まったら、じゃあもうその LTS を使えば、まあ、少なくとも2年はコミュニティがメンテナンスしてくれるし、まあ、そういうことがやっとまあ分かるようになりました。で、じゃ あの今これ今日のスナップショットなんですけど、まあ、何が LTS のバージョンなんですかっていうのがこれです。で、どれが何に使われてるかちょっと次のページにまとめたんですけど、あの実は 5.4 まだ出てもないのに LTS になることが決まってます。でこれは、ですね、なのでリリースのところがバツ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 なってるんですけど、多分ね、あの ELC ノースアメリカで発表されたんだと思います。あのいつもあのカンファレンスで、あの、まあ、元 NEC の柴田さんがあのこういう LTS のことをお話ししてくれるんですけど、その時に 5.4 がきっとなるはずって接種の中でおっしゃっていて、おっしゃったってことはもうグレッグさんとかとはもう話がついてるはずで、で、これがですね、前ちょっと前のページに戻りますけど、今
今日時点のリリースのところの最新アップデートが2019年8月26日なんですね。これまさに ELC ノーサムレが終わった次の週ぐらいで、なんで多分その時にあのこの行が追加されたんだと思うんですけど、要はもう次のバージョンが分かってます。要するに 5.4 なので、これ場合によっては今バージョンウィンドウ中なんで 5.4 が LTS になるっていうことは、この 5.4 の RC1 が出るまでに、まあ、一生懸命頑張ろうとしてる人たちはいるかもしれないなとけどもう多分遅いんですよね、その状態では。で、まあ、けどもうこれが決まってますと。なので今はこれ見ると、まあ、3.16 はあのこのレンさんが、まあね、メンテなんですけど、気がつけば、グレッグさんはもう俺がメンテできるのは、2個までが限度だから2年間って言ってたんですけど、なんか気がつけば、サシャさんもあのアンドで入ってるっていうのは、前までそうじゃなかったんですけど今そうなっていて、で、実はほとんどのバージョンが2年ではなくて、この後ろのやつは、約6年、メンテナンスされることになってます。で、なのでこの 4.19 とか 5.4 もひょっとしたら、まあ、もっと長くなるかもしれないけど、少なくとも今の時点では、まあこういうふうに書かれてますというので、じゃ あ, あのこのバージョンって一体どんなのに使われてるんでしょうっていうのをまとめたのがこれで、実はこの、スライドはですね、ELC ノースアメリカで柴田さんの、この資料にあったんですね。で、おこれなんか分かりやすいと思って、それを僕、そのままここに書いてちょっとアレンジしてデビアン追加して、LTS のバージョンを上に追加しました。で 5.4 はまだ書いてません。なんで、これを見ると、なんで LTS がメンテナンス続いてて、それってどれで使われてるから、まあ、結果的に、頑張ってメンテする人もいるんだなみたいなのが見て取れるんですね。それに何年って言うんですけど、さらにクリアになる。まあそうですね。で、ほとんどこれもう今1年ごとなんで、多分これが、4.19 が多分18年で17年、16年15年ぐらいだと思います。で、まあ、こんな感じで、まあ、なってます。で、実はこの 3.16 が結構一番古いんですけど、これデビアンの8で使われてるからなんですね。で、これ実は戻っていくとですね、あのこのベンさんってあのデビアンのメンテナーなんですね。はい、ですよね。なのでもうこれのエンドオブライフがほとんどデビアン8のエンドオブライフとほぼ一緒です。今見たらデビアン8がね2020年6月ってなってるんで、ひょっとしたら2ヶ月だけは増えるかもしれないですけど、まあ、ほとんど誤差レベルなんです。なんできっともうあのデビアンのエンドオブライフとともに 3.16 はあのエンドオブライフになるかなと思います。で、この下の方にちょっと書いてあるんですけど、組み込みの人たちは非常にお世話になった 2.6.32 っていうめちゃくちゃ古いカーネルがあるんですけど、非常に長い間メンテナンスされてたんですけど、まあ、なぜかっていうとデビアンの6に使われてたから。なんで、最終的にはこれも多分ベンさんが最後までメンテナンスしてくれてたと思うんですけど、あのデビアン6で使ってるから、まあ、デビアン6がエンドオブライフになるまでメンテナンスされてたと。で、あので 3.2 は実はデビアン7でした。なんで、これもデビアンのエンドオブライフまで、多分メンテナンスされましたというので、あのこれを言うことを知ってると、多分 4.19 も多分デビアンのエンドオブライフまではあのメンテナンス、まあ、デビアンコミュニティも含めてしてくれるんじゃないかなとかいうことが、まあ、分かる。ざるを得ないですよね。基本的に開けないので、うん、となるとまた6年ぐらいきっと だいたい それぐらいですよね。リリースしで2年で次のリリースが出て1年でデビアン LTS サポートで2年で計5年でプラス、ELT エクステンデッド LTS というのがスポンサー企業から要望があればやるという感じ で、LTS と ELTS はデビアンプロジェクトではなく、デビアンデベロッパーが主導している企業が、スポンサーを募ってやっていると。で、そのスポンサーには東芝さんとか、
はい、まあ、そういう意味ではちゃんとあのエコシステム全体として一応頑張って運営しているということです。そうですね、ありがとうございます。です、まあ、そういうのもあの知ってるようで知らない人がやっぱり多いで、これ実はですね、あの私の前の資料がこれ2018年3月って、1年半前だったんですよ。でそこから何が変わったのかなってちらっと見ると、まあ、3.2 がもちろんエンドオブライフになってたのと、あと実は 4.9 と 4.14 の、エンドオブライフの宣言が、延長されてます。でこの辺もですね、コミュニティとしてやっぱり使ってるのが多いので、まあ、こっちに出てきますけど、あの伸ばすよっていうのを、まあ、あのいろんなここの要するにデビアンコミュニティとか他も含めて話をした結果、あの正式にこのカーネルあのアーカイブのところの宣言も変わってる。多分ここのページとか結構あの何気に普通にホームページあるだけですけど、あの少なくとも Linux コミュニティとしての結構やるぞっていう意思宣言なんで、まあ、やっぱここは書き換わるっていうのはあの大きいことだと思ってます。で、ですね、で、あの、これは社内向けなんですけど、まあ、まとめは、要するにあの LTS のメリットがあるんで、これルールにのっとった、したがってアップデートされてますよというのと、まあ、コミュニティによる長期のメンテナンスがありますと。でいうので、ここちゃんと確認してね。で、まあ、要は、あとは、あの、結局、弊社のですね、Linux の使用者が非常に多くなってしまってるんですけど、あのな何気なく、まあ、もう BSP 出てきたら OK じゃなくて、まあ、今時 LTS を使わない、BSP とかリリースしてくる人は、まあ、ほとんどないとは思うんですけど、特に製品使う場合、ちゃんと LTS のバージョン使ってるか確認してくださいねと。でそれは具体的には今日時点だったら 4.19 ですよねとやっぱりこれが 4.14 でもやっぱ1年前になっちゃうんで 4.19 で出してくるかどうか。であともっと言うと 5.4 移行の予定はありますかとか、そういうのを聞くことによって言ってしまうと、そのベンダーとかの実力というか程度をあの、まあ、分かるようになってください。例えばこう 4.14 で出してきて、上げる予定ありません、チップも安くしてるでしょ、なので安いでしょとか言ってくる可能性もあって、それはあのこういう状態を分かった上で使ってくださいと。ベータさんももちろんあのもうあの安いチップにしてるんで、まあ、バージョンは、まあ、例えば 4.14 ぐらい固定でやります以上ですって、多分そういう売り込みももちろんあるので、あのやっぱり、採用する側は、まあ、こういうこと知っといてねと。でもちろんこの 4.19 使ってても 4.19 点何ですかと、こういうところまで一応見るようにして、でここがあまりにもお粗末だとちょっとそのベンダー本当に大丈夫みたいな注意点にしてくださいと。でですね、ここから先はですね、あの私が今日作ったやつ、すいません、本当に今日来てから作ったんで、なんかもっと、実はですね、あの特にあのこのアクチュアル、あ、何か単語じゃない、あのユースケースとか、あのこれとかも出しといたらどうですかとかですね、あの僕は実はですね、前回の時にもちょっと社内向けにどういうことを言ったらいいですかと、ご夫みたいにさせてくださいって言ってですね、あのいろいろ実は皆さんから入れ知恵をもらいました。例えばあのさっきのやつは簡潔に、書いちゃったんですけど、 もっといろいろ聞くなら、あの LTS は使ってるのは分かったけど、そのベンダーさんとかそういうところが内部で試してるカーネルはどんなバージョンをちゃんと試してますかとか、そういうこと聞くと、要するに最新のメイン内で少なくとも動かすようなことをしてるのかとかですね、あのアップストリーム化みたいなやっぱり対応してますかとか、まあ、そういうことを聞くとか、やっぱり開発環境も聞きましょうと。なんかそういうこととかですね、あのまあこのバックホームスケジュールとかいろいろこれ前回のすみません、僕がバーッと書いてちっちゃくて見にくいと思うんですけど、まあ、そういう前回の抱負をさせてもらってですね、あのみんなにいろんなあの こんなやばいとこあったとかですね、あのやっぱりこういうことを気をつけないといけないねとか、であとはこういうこともやっぱりこのユーザーから要望とか、ちゃんと聞
き続けることで、まあ、ベンダー側もこういうアップストリームの活動とかそういうことの意義が分かるし、もっと言うと買う方もそのコストも分かった上でやっぱり買いましょうということにもなるし、エコシステムとしては、まあ、そういうことを、やっぱりまあ、ボトムアップ活動なんですけど、私が社内でやってるのは、まあ、そういうことをやっていかないといけないですねっていうのが、まあ、1年半前だったんで、まあ、ちょっとせっかくなんでエイヤーでアップデートしてみましたというのが、まあ、今日の私の話です。なんですけど、せっかくなんで、なんか これ書いとけよとか、これもちゃんと、言っとかないとダメだよみたいなのをいっぱい今日集めて、この資料アップデートしようと思うんでお願いします。なんかないですかね。アマゾンリナックス入ってるけど、ゼットファットとセントウエスが入ってないのが難しいな。これはすいません、私時間なかったんで、まずはこの柴田さんのところからちょっと借りたんですよ。で、柴田さんが なぜこれを挙げたかはちょっと分かんないです。で、僕の中でデビアンと LTS の結びつきはすごい強いと思ってたので、今日来てから、まあ、デビアンは出さないといけないなって思ってたんですね。で、例えば Ubuntu の方は Ubuntu って1回決めるけど OR、NEW って基本的に Ubuntu LTS って別にあんまりバージョン固定してないんで、デビアンと違って。ですよね。なんで、Ubuntu は書く必要ないかなと思ったんですよ。ね、レッドハットはありますよね。みんなレッドハットエンタープライズ結構使ってたりすると思う。レッドハットは独自じゃない気がする。そうですね、独自ですけど、LTS を使ってなくて、彼らはもう、パワーがあるので。確かにね。やる以上。で、そうなると、なんか、あえてここに書かない方がいいのかなとか、いろいろね、あと社内的にはとか。LTS とっていうことはそうですね。オンリノックスはどうなんですか。で、ここに上がって、僕の中では、あくまでコミュニティ全体として LTS との関わりが深いのって、僕の偏見ではもうデビアンめちゃくちゃ深いと思ってるのと、あと実はまあ Android なのかなと思ってるんです。端末として世に出るのがものすごい数あるんで、で、過去の経緯でも結局 Android で使ってるからちょっとメンテナンス伸ばそうよっていうような話がオフィシャルじゃなくても裏であったようなことを聞いたので、その2つが非常に大きいのかなと。で、今後 5.4 出た時まだ何が採用するかはすごいありそうですね。多分デビアンは2年おきなんで、きっと1個空いて、多分さらにその次の LTS になるんじゃないかなという気はしてるので、LTS じゃないやつを作って、こいつら違うっていう。いや、それだとややこしいか。分かってる人しか分かんないか。ジャンプした方がいいです。そうなんです。で、これは、そもそも、社内的には LTS 何それ、何ですかそれっていうレベルの人にも見せるような感じなんですね。だけど、本当は比較としてはいろいろある方が、我々的には面白いです。面白い。けど、いや、いろいろあると思います。本当はバージョンだけでいろいろ議論するのならいろいろある方が、まあ、そこのコミュニティというか、そこの人たちはそうなのねみたいなのは実はありますよ。さすがに皆さんあれですかね、こう LTS のバージョン以外はで製品についてはもう見ることなくなってるんですかね。僕は逆に怖いのは、Ubuntu そのままみたいなのをやろうとしている人たちは、それでちゃんと Ubuntu でも中のアップデートをしながら、なんていうの、製品とか、今だと何も考えずに Docker コンテナで配ってサービスやろうと思いますみたいな、何も考えずにやり出す人には、で、中身大体適当なディストリビューションをポンって動かしてるだけだったりするんで。加藤さん、今実はソニー3人が沈没した。結構僕の中では逆に PSP で出てくるときはこのバージョンになってるかなっていうイメージはあるんですけど、ないそこは結構怖いなと。これ本当本社の社内だけじゃなくて、調達側のカンファレンスを作ってこういう話してほしいなと思いますね。なるほどね。プレッシャーとしては、プレッシャーとして確かにね、なんか
この話は、もともと僕も宗像さんの話とか、特に毎年いろんなところで話してくれる柴田さんの方がすごい分かりやすくて、けどあれってコミュニティの人たちの、再勉強というか、すごい非常に、なんていうんですかね、知らないと分からないこともいっぱい出てくるんですけど、もうちょっと簡潔なバージョンって社内では求められてたんですよ。確かにもうちょっとこれ本当は広めたいんですよね。PCL とかできないですか、ね、そのやっぱりこれユーザーというか調達してくれる側が圧力をかけないとメンバーの中で話が通らないっていう実感はあって、いいじゃんそうで、いやもうこのカスタマーは別にうちのカスタマーは理解してくれてるからいいよみたいな話になっちゃうんですよ。非常に良くないな。あと、多分これ昨日はメジャーバージョンじゃなくて本当はリリースというか リビジョンですよね、ですね。3つ目の番号がちゃんと何ヶ月ごとに上がりますっていうことが本当は大切なんであって、LTS にしたから 4.14.0 ですとか言われたら意味が分かるじゃないですか。確かに、ね、そこで固定されても困るが、本来はこのバージョンを使った上でさらに例えば 4.19 って何とのところを上げ続けないと意味ないですよね。だからさっきクランバーズの話、クランバーズ出た話も含めて見てもいいんじゃないかなと思うんですけど、あそこのデータも含めて、つまり、今ログが、毎月以降 何百という数が出てるわけですよね、実際に。でそうすると例えばそのLTS、その当時、例えば製品データされるっていうと、チップと一緒に配られるのが、製品作る半年前ぐらいのやつじゃないですか。そうですね。そうすると半年間に、もう1000個以上のバグが修正されたやつがアップストリームに入ってます。でも、最新の LTS ベースだからいいでしょって言って、チップを買った時のやつが出てくるっていう意味になると、それは困りますよねっていう、意識をどっかで。それ調達側じゃないとできないんですよね。製品開発になっちゃうとベンダーもその後製品開発のところに新しいパネルですよと思っていっても信じてもらえないし、手元に発生するから嫌だっていう話になっちゃう。そういう意味では言い方だけど、社内向けは私が今それを社内向けにどう言おうかみたいなことを考えると、その半年間にもこんだけのバグフィックスの量があって、この、マイナーバージョンも例えばこんだけアップデートされててみたいな事実をこうちょっとスライドに書いておくと、なんか半年前にフィックスしても全然ダメじゃんみたいなのをちょっとこう意識させるってことですよね。そうですね。ちなみにマイナーバージョンというかリビジョンは毎週2回上がります。詳しい、大体半年で50回ぐらい。ありがとう。そのスライドはちょっと内々にまず追加しようと思います。で事実だけじゃなくてやっぱり結構言い方ないですけど、その製品の時ってちょっと違う職能もやっぱり味方につけるのも大事なんで、その品質とかそういう面からこんだけバージョン上がっててこんだけのバグフィックス、があるよみたいな数のデータも一緒に出しとくと、なんか安心できなくさせるじゃないですけど、それで動かす手はありますね。リビジョン回った時のバッチの数って柴田さんのスライドにありますか？ありますあります。そうこの後か前か。そう。この辺かな。どんだけ変わっていってるよみたいなの。いや、どんどん喋っちゃって。よくLTS でもそのマイナーバージョンがどのくらい上がるかっていうのは、そんなに上がるのってよく驚かれるんですけど、それちょっと説明するときに、関連ウェブせいで、ログタウンサポートのページで、コミットログがバッと表示できると思うんですけど、あれを最初見せると、もう1週間とか2週間のレベルでバッと入ってる。で、これはもう、基本的にはログタウンにバックポートされてるんで、重要なセキュリティパッチを含むものですっていうふうに言うと、ちょっと、LTS に対する、間違った認識を持っている方がいれば、なんかびっくりされるかもしれない。カネラルゼーの
ノンタンサポートのコミットログってなくていい格好あるみたいですね。本当に1週間で何個も入るんで。ブラウザーから見えるっていうのは結構敷居が低くて、うん、それも結構大事で、この辺のページって実際はなんですかね、こういつ例えば このページもですね、本来は僕らからすると要するに Git 生データ見に行けて、そこにコミットログもあるし、で、この辺も全部追っていくと、ここは何月何日にちゃんと変えましたよってコミットログの形で残ってるんですけど、もうちょっと一般化するとホームページから見れるって結構大事で、それもありますね。なんかここ見ろぐらい書いておくと確かに。で、本来は弊社でいうとバグフィックスって品質というよりもセキュリティ問題って非常に大きなのが世界的に有名なのが出ると、まあ、慌てるんですけど、本来はそれ以外も基本的には全部いやもうバグが治ってるんだからマイナーバージョンを本来上げるべきだと私は思ってるんですね。けどやっぱり何が起こるかわからないとかテストがとか言うんですけど、いやテストが以前にバグがあるって分かっててバグが治ってるんだからなんであげないのと。でもそのバグ踏んでないの。そうなんですよ、ね、そのバグはテストした結果うちはもうそれで OK って話になってるんだから、新たにバグが出たって言ったってそのバグは関係ないからやりません。そうですよね。でしょ、うん、そこをねどう変えるかで、開発現場は結局そのバグは、で要するに製品では不具合は起こさないみたいな。でしょ、それだったらいいじゃないって話になる、うん、でもアプリ変えますよね。アプリも変えますよね。そのアプリの方がアプリだってそんなに頻繁には変えないの。結局フィックスしちゃえばそうなんですよ。フィックスしちゃえばそうなんだ。いたい、だいたい、そう、いや、ごめん、今、わざとちょっとロールプレイング気味でこんなこと言われそうだなっていうのをちょっと想定していってるっていうふうに理解してもらえばいいんだけど、アプリケーションソフトウェアなんかにしてもそんなに頻繁にちゃんと動いてるんだったらそれでそのままメンテしたい。ただしメンテしたいってそのまま維持したい、メンテじゃないね、そのまま維持したい。でただし、脆弱性の問題であるとかでどうしようもないものが出てきた時だけいじりたい。それ以外に関してはメンテナンスはコストになるからやりたくない。あ、行っちゃったって話っていう話が結構見え隠れするときがないかなっていうのはちょっと気持ちある。めちゃくちゃあります。恥さらしになるからあんまり言えないんですけど、実際にやっぱりアプリをアップデートしてそのバグを踏んで初めてじゃあ直すかっていう話に落ちることが多いです。それまではできるだけコストをかける。でもだから上の使われ方が変われば下に求められる要件も少し変わるはずなんで、上の使われ方が変わらないから、あ、そう、変わらないって確定されてればいいんですけど、うん、そうそうそう、ネットワークにつながっていない状態だったらそれいいですけど、ネットワークにつながった状態でその前提持つっていうのは、そうなんです。だから怖いですよね。だから今そういう意味では弊社でいうと本当に組み込み製品出し切って終わりだったのからどん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 前提が変わっていってるんで、それにまあ適用できてないっていう感じですね。で、解もないしどうしたらいいかまあ言ってしまうと分かってない。それはコストをかければできるのかもしれないですけど、コストもないし、だいたい開発プロジェクトもだいたい組み込み製品ってものを出したらあとは ICS にボーンって割り投げて次の開発って言って、なんで、本当に直さないといけないバグ出たときって全然もう違うプロジェクトから過去にやってた人をかき集めて特化の作業で直すみたいな、これをやってる限り無理ですよね。ちょっと正直言って今ビデオを回してる中でどれくらい発言していいかなっていうのはすごくあれなんだけど、重要なディスカッションなんで、あえてちょっと危険を犯していると、あえて本当に危険を犯していると、LTSI 使ってほしいっていうのは本当に思います。それからあとちゃんとマイナーバージョンアップなんかでもちゃんとフォローしてほしいっていうふうに思いたい。
だけれど、あの、どこの半導体企業とは言わないけれど、そういうことを半導体企業に言うと、すいません、この、SDK であるとか、そういうものを提供している BSP であるとかっていうのは、リファレンスで出してるんです。で、リファレンスで出してるものであって、私どもはこのところにコストをかけてないんです。よってもって、何々やってくださいって言われても、言えるのは限界が、できるのは限界があるんです。私どもはディストロではありません。というふうに言われるのは、僕はうちだと思ったので。で、っていうことは何が起きるかというと、そんなこと言うんだったらディストロの金を払ってくれっていう話になる。ただし、ところがそれが今度は半導体企業としてそれが言えるかといったら言えない。逆にあの、カスタマーの方にしても、半導体企業の方に対して、ディストロのやつやってくれ、いや、金払ってくれ、じゃあ金払ってあげるよ、金払わせていただきますよ、なんていうことを言う企業っていうのは、おそらくそんなに出てこなくて、逆に言うと、仮にどっかの企業がそれを言ったとしたら、その企業が、あれになるの、あの、囚人のジレンマで言えば、あの、バカみたいな企業になっちゃって、そいつだけが、一人が、あの、重荷を背負って、で、残りの、あの、企業は、あ、何、あ、いや、知らないうちにバージョンアップしたな、ありがとうございますと、お金も払われない、なんて話になって、逆にお金払ったところがバカ見ちゃうっていうようなことすら考えられる。つまり、すごくこれって、あの、何か、あの、経済的なエコシステムみたいなものも絡むんじゃないかと思って。これ、ほったらかしてると、おそらく、あの、大手企業というか、サービスと一緒にして売ってるところに割れちゃいますよね。うん、だって、そこは、もともとそういったお金を織り込み済みで、そういうチームを持って、ESP 作ってるようなところができたら、そこに割れてしまうっていうことなんですね。そういうことですね。あともう一つは、そのセキュリティフィックスがどうしてもされないっていう話になっちゃうと、これってじゃあ、あの、分かっていて、脆弱性放置してていいんだっけみたいな話って今あるじゃないですか。なんだっけ、総務省がどこか、あの、どっかの企業を組んで、ペネトレーションテストを勝手にかけるよみたいな話してたんですよ。ああいうのに引っかかっちゃうっていう話で。で、その時になって慌ててお金積んでやらないといけないんですかっていうのになるから、その前に何か、あの、ユーザー企業の連合体を作って、保険なり何なり、仕組みを作らないと結構やっぱ難しいんじゃないかな。なぜドームターンバーステーブルなのっていうのを作るか、みんなで。年齢で。さん、面白いよって、ここから順に貼られたり。あ、貼ります、貼ります。あの、今、これ、もともと、あの、1年半前にやってたのベースで、あの、どこにも社内情報が書いてあるんで、で、私も社内向けにも、あの、外でも話したいんで、社内情報をつけずに、メンテして、あの、2つのバージョンをメンテするのがもう大変になってしまって。で、しかもあっちもおかしくて、だから大丈夫ですよねって言われた時があって、いや、これあの、2年後どうですかみたいな、そういう話もやっぱり反応あったんですね。なので、逆にちょっと古いけど、LTS に振っといた方がいいですよっていう話も、ちょっと社内でやらないといけないかなと。確かに LTS じゃないバージョンでやって、でいや、それも意味がなくて、LTS でやろうがなかろうが、最新にアップデートし続けない限りは同じなんですよ。どっかの段階で行っちゃったらそこで止まるから。だから、あの、中途半端な 4.19 じゃなくて18とか使ってるんだったら19に上げようとか、あの、17とかだったら14にしましょうみたいな話ってあんまり意味がなくて、その後アップデートしていく、あの、ことができる体制作ってますか、そういうビジネスモデルですかっていうのが聞かれることになる。だからもっと言うと、別にだから 4.14 使ってても、そこで上げ続けて次ちゃんと 4.19 にする、うん、で次また 5.4 にするっていうので、 LTS を使いつつさらに LTS の、まあ、メジャーバージョン自体もっていうことですよね。間にある意味その Android ってうまくそのあたりに、ビジネスモデル変えようとしたいんで、確かに間の、要は今までアプリケーションって関連の面に全部乗っかってるっていう状態で作っていたら、どうやってもカーネル更新したらテストしないといけないよねみたいな話になっちゃうんですよ。でも、Android ってそのカーネル含めて、フレームワークとか一回やって、で、フレームワークとカーネルって今切り離そうとしていて、完全に切り離されれば、
完全にそのミドルウェアの上で動くアプリケーションってミドルウェアのバージョンにしか依存しないという状態になるので、ミドルウェアのとアプリケーションの間ちゃんと API が切れてますよ。でそれのテストをパスしないといけませんよという形になっているので、当然上と下の層、パネルとアプリケーションはそれぞれサーティフィケーションを通さないといけないという形になっている。で、ミドルウェアの間でマッパーになっているという形になるから、これすごい、実はアップデートしやすい。まあ、一部キャリアとかがどうしてもアップデートしたくないっていう意味を目だと言い出すんですけど、それがなければアップデートしやすいと思います。いや正直言ってご案内の通り、ここ2年ばかりはグレッグ・ロンハートマンがうちの株をガン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 上げてくれるんでありがたくしょうがないんだけど、あのエクスペリアだけがまともにあのセキュリティアップデートしてくれるってみんなの前で言ってくれる、あれ本当にありがたくて、うちの中のエンジニアはどれくらい しこいてやってるかということを分かってくれる人もいるんだよっていうふうに社内でフィードバックしてるんだけれど、でもそれにしてもやっぱりあの、そういうことが分からない人から見れば、なんであそこのところでああいうコストを使ってるんだと、あのコストを使ったとしてもあのコストっていうのはお客様っていうか売り上げにつながるコストなのかっていう話は当然議論が出てきちゃうわけですよね。確かになんか火が当たりにくい仕事に見えちゃいます、ね、そう、まあ、本当は脆弱性をちゃんとピックしていっているかっていうのを使ったブランドを作っていかないといけないんですよね、うん、そういうふうな調査をしたほうが本当は消費者団体とかそういったところがやるべきはそういったところで、ちゃなんか安全に使えるスマホですかっていうのを僕が当たってやるべきなんですよ。それやると少し売り上げが伸びそうだなという話がありそうなところなんで、ちょっとあの微妙なところにはなるんだけれども、でもあのとはいえその一方で結構みんな頑張っちゃってるん で、まあ、もちろんそれってすごいパラドックスを持ってるわけで、あのもうとにかく誰かあの爆弾踏めよっていうふうに内心で思う一方で、踏むなよ踏むなよって一生懸命やってるっていうところのそのパラドックスを解くかっていう話だと思うんです。これすごい難しい問題だと僕は思っている。で特にあの、これがいわゆるコンピューターのネイチャーを持ってないところ、ハードウェアっていうかあのいわゆるあのトラディショナルなものづくりのネイチャーを持ってるところっていうところとの親和性の薄さ、つまりあの物が出来上がったら、例えばねあの未だにいるわけですよ、あの物が完成して品質管理のチェックを通ればそれからあと直すっていうことははっきり言って罪悪だって思ってる人は未だにいるわけですよね。きっとですよ、想像ですよ。でそういう人たちにとってはソフトウェアっていうのははっきり言って何やってんだよと思うはずなんですよね。きっと何回も何回もバージョンアップっていつになったら完成するんだ、でいや完成なんかしないですよソフトウェアはっていう話、我々そう言うじゃないですか。未だにねそこのところのギャップが埋められてないような気がしてしょうがない。一方で今度は消費者にとってもあのいやあのそんなこと言いながらさっきもそうなんだけど運動がアップデートも測りやがってこの畜生なんて言うこのタイミングでやめてくれよと思うっていうのはそれを置いといてもね、でもこういうふうにやって毎回毎回きちんきちんとやってくれるっていう安心感があるんだよっていうふうに認識できない自分自身の寂しさっていうのも感じる時もあるし、結構深い。だ一方であの我々みたいにソフトウェアであるとかこういう脆弱性であるとかっていうところに対して本当に直面しているような人たちがやっぱりそういうことに対してこれはこういう価値があるんですよ、こういう問題こういうことなんですよっていうことをやはりマーケティングしないといけないかもしれない。でかなりだからあのただ単にロングタームステーブルっていうのはすごくいいことですからやってくださいねっていうふうに言うだけっていうのはちょっと辛くて、それがなんでって話をかなり突き詰めてすごく大きなコンセンサスを取っていかないといけない。残念ながら我々はそのコンセンサスっていうのは分かってるところにいるんだけれど、世の中広くっていうのはそれを分かってない人ばっかりだから、そこのところにお金を払おうなんていう意欲も全くないし、それを言いますとだから私のこの資料も本当にファーストステップでもなくて、もっとあのそういうところまで踏み込んで社内に言っていかないといけないんだけど、これってもうまずはハズレを引かないようにしましょう以上ぐらい、うん、なんでもハズレ今の時点でけど本当はそうじゃないですよね。本当にそうだと思う。いやあの本当に思うんだけれど、あの大きなセキュリティトラブルであるとか起きなければいいなっていうふうに思うっていうのは本当に思う。
で、まあ、その一方でいろんなエンジニアがそういうものが起こらないように起こらないよっていろんな側面で頑張っちゃってるからおそらく起こらないんです。でも起こるとゆでガエルみたいにもう本当にとんでもない状況で起こるっていうパターンになる可能性がある。そういうことまで含めて我々みたいにカーネルであるとかそういうコアなところをやってる人間というのはちゃんと見てかないといけないというふうに思うけれど、かなりちょっとビデオが回ってる中では踏み込んでるところに行っちゃってる。あとさっきから宗像さん来るっていうメールを送ってるんだけど宗像さんから返事がないんだよっていうのはやはり半導体 のベンダーとしても生々しい声っていうのはやっぱりあると思うんで、まあ、ちょっと、まあ、確かに私これ話すのはちょうど1年半が経ったんで、またいろいろ最新で皆さんとお話できて非常に助かりました。はい、まあ、じゃあ以上で終わります。本当に終わっちゃっていい？いや本当にこれは大変問題の根っこが深いというか広くて深いところだと思うので、ちゃんと考えておかないといけないことだと思います。特に今日はいきなり振っちゃってあれですけど、鈴木さんのように自動車業界の方もいらっしゃってます。自動車業界っていうのはこのところの問題がより深く命に関わるような話として来るところだと思うので、やはり、どっちかというと比較的新たにね踏み込みというところでパートナーになっていただいている自動車業界の皆さんとも真剣に一緒に考えていかないといけないところだろうなというふうに思います。それで半導体の中でのそういうな BSD 開発している人、 SDK 開発している人であるとか、そういう人たちの間にもちゃんとエコシステムが流れるように、ね、いやただじゃできないです、じゃあこういう形でっていうのはなんとかできないかということは、ということは究極に言うと組み込み系でのディストロの役割っていうのをどういうふうに考えて、そこのところにどうやってお金が回るようにするのっていうグランドデザインみたいな話になるんだけど、とても重要な話だと僕は思います。という形でちょっとまとめてみました。ありがとうございます。じゃあ